はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。はいどうも、つるです。はい、というわけでね、やってきました。まあ、つるラジオ。多分俺の気分で多分 SP かなんか、なんか記念かなんかで多分勝手にね、画面には多分ついてると思うよ。でね、まあ、みんな多分不思議に思っただろうね。なんであれ、日曜投稿のつるラジオなんでやってんだよ、このクソ実況者と。なんでやってんだと。まあそう思うわけも、そう思う人もいると思うんですよ。まあね、まあ、今回は、まあ、なぜこの時間に、この、時間じゃねえな。この日に投稿してるかっていうと、ずっと前にね、100人記念をやろうとしてたのにね、すごいグダってやってなくてね、結果的にこれを投稿するときには、あと少しで登録数140に行くっていう謎事件が起きてね。まあ、とりあえずね、今やっとね、そのゲストのね、都合があったんで撮影することができるようになりました。でね、大丈夫で、今回は第8回と違ってちゃんとゲストがいますんで。はい。で、まあ、今回のゲストについては、まあ、一人は過去に出てくれたね。まあ、僕のリアともね。まあ、みんなわかるかな。で、もう一人は、まあ、もう一人は、今回あれだね。YouTube 上でも、まあ、動画参加でも初めて、まあ、僕のリアともですよ。というわけでね。まあ、まずね、最初にね、まあ、過去に出てくれた、人の方からで、まず出ていただきましょう。ごめん、ちょっと噛んだね。はい。ということで、ね、今回のゲスト一人目はこちらです。はい、どうぞ。皆さん、お待たせしました。黒コッペパンです。はい、というわけでね、まず一人目は、まず黒コッペパンですよ。はい。黒コッペパン、俺はもうこれからコッペパンか、パンかコッペって呼ぶんで。はい。コッペパンでいいやもう。コッペパンでいいよ。ってことで、まあ、黒コッペパンは、あ、もうコッペパンでいいよ。はい。コッペパン。はい。ということで、コッペパンはもう、まあ、前回も出てね、なんか動画のコメントやら何やらでね、まあ、リクエストもあったんでね、また、出るっていうことになりましたよ。で、もう一人ね、もう一人も、は、まあ、あれなんだよね。まあ僕の知り合いでもある、まあコッペパンの知り合いでもあるんだけどね。まあというわけでね、ちょっと出てみたいって言ったのかな。ちょっと俺たちが無礼出したのかな。かどっちかわかんないけど、まあ出てって言って、まあ出てもらうと決まったので、まあ出てもらいました。というわけでね、はい、もう一人のゲストの方はこちらの方です。はい、どうぞ。皆さん、はじめまして、レンタルでーす。もう、あい、今日のね、ゲストね、もう一人、まあ、初めてね、まあ、YouTube デビューというのかな。まあ、僕の動画でデビューしましたよ。まあ、レンタルくんです。って感じですよ。まあ、二人ともね、まあ僕のリア友だより、三人ともね、みんな友達同士なんで。まあ、って感じで、まあ、このね、今回はね、この三人でね、まあ、100回記念で、初めてのね、三人ラジオなんだよね。今回ね、ツルラジオで言えばね、いつも1対1で話してんだけど、まあ、三人いるから、まあ、話を持つだろうと。3人いれば1人でやるよりも3倍尺が伸びるだろうと。まあ俺がだいぶ楽できるんじゃないかとちょっと期待をしながらちょっと今撮影してるんですけど、というわけで、前へ行こう。というわけでね、はい。で、早速なんだけど、いつもはね、本当はね、チャンネル宣伝とかね、自己紹介とかなんだけど、まあ、黒コッペパンはもう別にいいし、レンタルなんか自己紹介する？だっていいの？しよう。なんかしてみ？なんでもいい。なんか10秒でもいいからしてみ。なんか。130分はいるよ。ん？いいの？いいよ。なんかやってみよう。なんかやってみよう。困るんだけど、そういうの。まあいや、じゃあ、まあ、レンタルはなしということで。でね、じゃあ、最初にね、まあ、スペシャルだからな、その時の、まあ、旬のネタでも話していこうかな。まあ、みんな、まあ、多分ツイッターとか見たらわかるかな。この動画投稿してる時期、多分投稿日は予想だけど、撮影&投稿日が多分2014年11月4日で、みんな、1年後になって見たっけ、あれ話と全然変わねえぞなんて、そんな文句をつけるのはやめてください。はい。ということで、2014年11月4日に投稿してる今現在の僕たちの旬のネタをまあ話していこうかなと。なんか音が反響して聞こえるけど、まあそこは気にしないと。まあみんなね、あれではぶつけ本番のね、完全なるね、カット編集なしで、序盤のね、僕毎回ね、まあ3、2、1やって、ちょっと間開けてからやってるんですけど、まあ、そこのカット部分ぐらいしかやってなくて、あとリア友の名前が出てしまったら、まあ P 音を入れるぐらい。まあ面倒かったり入れないと。じゃあ、初っ端から入れますか、P。やめてやめて。俺の編集がめんどくさくなる。一回入れる。やめてやめて。やだ。一回入れる。お前、P 音ずれたけど悲しみわからない。まあ一回投稿しましたけど。あれは本当に嫌だから、もうやめ、はい、終わり。ってことで、まあ、今のね、僕たちの、まあ、旬のネタを話していこうかなと。でね、まあ、何話す？
まあ、僕たちね、あれそう、第8回ツールラジオ話してないか。うん、第8回のツールラジオの撮影の2日後に撮ってんですよね。うん。まあ、大体ラジオはその撮影、ね、投稿するその日に撮ってる感じなんで、いつも。それかその前日にうまくいった後でみたいな。僕いつも動画編集はその日のうちにやっちゃってんで。うん。まあ、ラジオについてはね、すぐ終わっちゃうから。まあ、撮ったらすぐ編集と。で、投稿して、時間設定と。って感じなんですけれども。うん。で、じゃあ、まあ僕たちね、あれだよね。まあ、ついこの間、あれ言ったよね、あれ。うん。どこ？あれっていうか、まあ本州の方にね、うん。いろいろ、ね、まあ、行ったよね。うん。てか、もっと二人喋ってよ。俺一人で勝手に喋ってる、なんか俺ぼっちみたいになってんじゃん。やめて。まあまあ。うん。ちょっと、だってめっちゃイヤホンいて。めっちゃイヤホンいて、今。ね、まあ、僕たちね、まあ、この投稿してるこの時のね、ちょうどね、3日ぐらい、4日ぐらい前までね、まあ、修学旅行に行ってるわけですよ。はい。まあ、すごく僕たち今にとってのは主のネタですよ。まあ、これを1年後に見て、まあ、懐かしがると。というような感じですよ。でね、まあ、どこ行ったとかってね、まあ、僕もツイッターでちまちまつぶやいてたんですけど、まあ、あれ最初どこ行ったんだっけ？最初奈良じゃね？いや、最初、大阪じゃね？大阪。最初、大阪行って、まあ、大阪城見てよね、うん。うん。大阪城、なんか、まあ確かにでかかったよ、うん。ガイドさんがもう、ガイドマジ神。マジ？バスガイド神。こっちの、あ、バスガイドがね、あ、やっぱ、当たりとかあるよね、バスガイドも。うん。マジ神。そんなに良かったの？そっちは。やばい、ほんとやばい。どういう？その後の発展もある。そう。19歳。そうなの？やばくない？年近。やば。写真撮ったの？当たり前でしょ。撮ったの？当たり前でしょ。もうそれとあれだ、もう動画界で見せてもらうわ。気になる、普通に。その後の後日談もちょっと。ね。ああ、なるほどね。それはね、まあ、ちょっと言えないけど。うん。まあ、大阪城はあれだよね。まあ、言ったっけなんかね、まあ、俺の方の書いてたら、なんか七不思議とか言ってね、なんか二つぐらい言ってね、ガイドが終わって、ね、結局残りの5つどこ行ったっていう謎の事件が起きてよね。うん。本当に。これは覚えてねえわ。もう、なんか言ってたのにね。薬師寺しか覚えてねえわ。薬師寺。マジか。もう、って感じかな。で、2日、まあ、その後大阪泊まって、で、はい、今の、ね。出ました。多分ね、このラジオ中にね、定期的になるよ。定期的じゃないけど、不定期で、ね。出ません。ブーンってなるからね。みんな気をつけていただいて。はい。でね、まあ、その後あれか。奈良だよね。奈良。うん。奈良はやっぱり、あれだよね、あれ。鹿だけど。いやー、聞いてくださいよ、皆さん。マスターの。鹿のうんこを踏んで鶴泣いてましたよ。泣いてないよ。そういえば泣いてたわ。ないや、お前も便乗すんな、お前も。めっちゃ泣いてた。声出したよね。マジやばかった。やめて。いや、ほんとそういうこと。マジ無理でいい。いや、ほんとやめて。でも実際嫌だなと思ったら、事実で俺鹿触ってねえもん。めっちゃ引きました。やめて。マジそういうさ、デタラメ流すの嫌じゃないと思う。いや、鹿は、うん、多かったね、糞が。多かったから、帰りの時になんか砂利があったから、そこで、もう、落としたわ。普通に。泣きながら？泣いてないから。やめて。泣いてないから。うん。あ、そういえばね、そういえばね、うん。野外外出の時にね。ああ。まあ、あるじゃん。うん。で、まあ、俺も出るわけじゃん。ああ。で、まあ、下に行くじゃん。うん。で、まあ、鶴がいるわけよ。え？俺待って、俺その日ガヤガヤ外出してねえけど。いや、その日じゃなくて、なんか、いつか忘れたけど。やめろよ。いや、マジでさ、そういう、なんかその、あれだよ、この3人出てる以外の人を勝手にネタに引っ張ってくのはやめようね。さすがに。それで、お前どこ行くの？って言って、したら、うん、鶴が。彼女と会うんだよ。なんでそうなの本当に。いや、違うからね。今現在。その彼女がね、マジ今現在いないからね。
まあ、名前出しちゃっていいのかな。名前出したらいいよ。お前が大体言うのは分かってると思うけど、ダメだよ、ダメだよ。やめろっつってんだろ、お前、それ。本当にさ、それ、マジでやると、それはいろんな人に迷惑かかるからやめろ。もう今の俺も、今のもピー音入れるわ、今のところ。ピー音入れるわ、ずっとピーって入ってるわ、今のところ、多分。だって、それはちょっとさすがにさ、引っ張るとそっちにも影響かかるから、それは。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、ね。本当だよ、どうでもいいわ。話すな、この野郎。ってこと言ってる間に、まあ動画時間が、まあ10分ぐらいになってるかな。うん。だいたい。でね、奈良行って、その後京都か。うん。京都楽しかった。京都面白かったね、普通に。うん。京都ね。京都。金閣寺、金閣寺。金閣寺、ああ、俺も行った、金閣寺。うん。金閣寺どこは行ったわ、俺も普通に。うん。でも、そこに行くまでのバスが人多すぎてすごかった。俺らタクシーだから。マジかよ。バスやばかったよ。人多すぎて。あ、なんかね、聞いた話によるとね。うん。いや、お前、マー君っていう人とあれでしょ？同じでしょ？ああ、それあれ。マー君については、先に言っておく。第10回のラジオで出演してもらうんで。まあ、みんなお待ちにということで。第10回で出てもらう。そのマー君っていう人からね、聞いたんだけどね。うん。うん、嫌な予感しかしないんだけど。マツルが。なんでしょう。そのバスの人混みの中で痴漢したって。してないから、まあ、いや、ほんとさ、やめてくんない？それで問題もねっから。ほんとやめろや。してないから。みんなしてないからね。してないからね。そう、フォロワー、ちょっと困りますね。やめて。なんで逆にこの YouTube なのに Twitter のフォロワーに言ったの、今。いや、マジでほんとやめて。チャンネル登録別に、解除も自由ですよ。やめて。いや、つい最近、一人減ってまた増えたから、ちょっと焦ったんだよ、一回。一人減ってだから。まあ、日頃の行いだ。うるせえな。いいよ。そういうことはいいんだよ。してないからね。改めて言う。してないからね、本当に。本当にしてないから。してたら今頃もう捕まってるわ、俺。お役だよ。修学旅行中に、ツルがいきなり、ツイキャスを始めたんですよ。ああ、始めたね。普通に当てらね。うん。ちょっと、みんなで妨害しましたよ。されましたよ。黒歴史えぐりやがって、この野郎。お前もうあの動画は黒歴史よ、完全に。再生回数増やしとくわ。再生回数増やしとくね。やめて。もういいよ、そういう。ちょ、スペシャルなんでね。うん。完璧じゃないか聞きたいんじゃないですか、ね。やだ。やらないよ、僕。最高の。やらない。最高、最上級の全力で。そういう、そういうさ、それはやりましょう。それはやろう。ノリでやったのに、それを今引っ張るのは良くない。スペシャルだよ。やだ。お前、見てくれた人に感謝してそれぐらいできないのか？できない。さすがに無理、はい、さすがに無理。3、2、1。いや、やらない。いや、俺はやらない。本当にやめて、そういう、そういうのより本当俺嫌いだから、マジで。まあ、というわけで、まあ、完璧言ってもらいましょう。3、2、1、どうぞ。完璧じゃないか。もうさ、やめよう、ほんと。もうこういう光景、テレビで何回か見たことあるわ、俺もう。やめて、やめて、はい、はい、もう、はい。ちょっと今、はい、ちょっと音が乱れたからもう一回やってみよう。いや、ほんとやめて、ほんとやめて。ほんとにマジで乱れた。嘘つけ。もう一回行こう。いや、お前、俺が撮影してんのに俺が乱れるわけねえだろ。はい、3、2、1、でかい声で。完璧じゃないかというわけでね、まあ次の話。次行こうか。はい、はい、はい、次行きましょう。はい、なんだかんだで、はい、もう撮影時間15分です。はい、皆さんの15分かな。はい。もう俺は悩ましたよ。もういいよ、もう。もう進行役をそうやっていじめて。もう頑張って俺は進行役やってるのに、もう。いや、いずれね、鶴の動画で新ネタを、いや、また、披露してくれることでしょう。うるせえ。それはもう自ら黒歴史作れって言ってるようなもんだろ、それもう。やめろや、もう2、3個できてんだからよ、もう。すでに。やめて。マジで？じゃあその1個ちょっと披露してもらえ。さっきの完璧はもうさ、完全に黒歴史だろ。じゃあ一個披露して。いや、もうやんない。俺はもうやらない。もうやらない。スペシャルだぞ。いや、そういうさ、その決まり文句やめようぜ。もう俺はもうやらない。俺はもうやらない。やっちゃおう。やらない。普段の日曜投稿のやつは別にやんなくていいよ。別に今、スペシャルだよ。
日曜じゃないんだよ。スペシャル。そのスペシャルって言葉乱用するのやめようぜ、本当に。スペシャルだもん。お前。お前そんなにさ、その。お前投稿者である実況者の俺をそこまでいじめるか。お前見てくださっている人に感謝し、それぐらいもできないのか。逆にさ、何をやれっていうのは一応何個か、さっきのクランビキじゃないかも、黒歴史でも。だって三つぐらい考えてるんでしょ。考えてるっていうかもうあるでしょ、今の地点で。ちょっとなんか今、ちょっとやって、はい。やだ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 。いきまーす。やだ、俺はもうやらない。うわー。やだ、さすがに無理。それはないよ。いや、ないわってもうさ。え、じゃあなんかそっちが浮かんだったらそれを言って、それを。お前らも言ってただろ、最初らへんで。何が？覚えてんだろ？何が？いや、お前らだって言ってたじゃん、もう。何？でもさ、修学旅行の話戻そう。めっちゃ脱線してんだけど。もう、残り時間、あと7分か6分だよ、最大で。いや、聞いてる人なんて修学旅行の話とか、マジでどうでもいいと思ってるからね。なんだよ、それ。鶴のネタの方が聞きたいよ。なんだよ、それ。いや、黒歴史で、あれだよ。カラスの旅人の、パート1かなんかで言ってたじゃん。あれも黒歴史だ。二つ作ってるわ、俺も、あそこでも。もう、今この場で。いや、そっちがね、それが何なのかを理解してくんなきゃ、俺がやってもつまんな。何なのか覚えてないの、本当に。覚えてないな、やる意味ない。うん、え、完璧じゃなくて、ありました。ああ、思い出したんだ。じゃあ、やりましょう、やりましょう。俺も楽しいさ、もう俺覚えてないんだよね。何だったのか。じゃあ、ありました、ありました、本気で。え、どんな感じで本気で。どんな感じで言ったら、俺それすら覚えてないんだけど、もう。またまた。あってもう3ヶ月前だよ、投稿したの。うん。いや、僕の経験上、溶岩の近くに、ダイヤモンドが、ああ、ありましたーとか言って、まあ、で、なんか、サミダレさん、こっちです、こっちーとか言って、ああ、はい。で、サミダレが、うん、どことか言って、こっちーとか言って、うん、ありました、ありましたーとか言ってるんですよ。いや、もう本当に、どんどんえぐっていくね、君は。俺のじゃあ、ありました、ありました。俺さ、聞きたいんだけど。N 越しも多分聞きたい。N 越しはもうあれだな、もうここ何に名前出てんすか、もう絶対そのうち出てもらおう、こいつ。N 越し。いや、もう P を入れなきゃいけねえじゃん、今ので。やめろよ、ほんと。はぁ、もう、編集どんだけめんどくさいと思ってんの？もういいわ、はい、今の。ちょっと待って、その前にさ、ちょっと待ってね。先にね、あれだ、その補正部分のところね、時間メモっとけなんかね、後で大変。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あのね、音が鳴らないカメラ誰かそれ撮るわ。よし、撮った。これさすがに撮っとかなきゃね。めんどくさ。いや、待って、あのさ、いや別に、やるのはいいんだけど、その時の声とかテンションと今のテンションは違うんで。いや、とにかく本気でやってくれればいい。いきまーす。3、2、1、どうぞ。マイクやってる気分でやればいいでしょ。そう、行くよ。今もうあれから、今地下下ってる設定だからね。今地下下ってる。ダイヤモンドがありました。3、2、1。溶岩とかでね。まあ僕の経験上では、まあマグマの、まあ、溶岩の近くにダイヤモンドが、ありました、ありました。サミナレさん、ありました。ちょっと違うよ。ちょっと違う。当たり前じゃん。その時と違うんだから、もうやめてや、もう。もうやめよ、ほんとに。もうほら、もう。壊れてんだよ、お前。うるせえな、待って、今なんか、スカイプの音が入った、今。まあいいや、別に。なんだよ、この時間に。まあいいや。もう、いいよ、もう。はい、以上、黒歴史でした。いいよ、もういつかまた、なんか、カラスの今のメインのマイクラ動画が完結でもしたら、面白新集とかまとめて作っとくから。まあね、この、ツツルラジオの最後にね、もう一回完璧言ってくれるから、まあ、次の話行きましょう。はい。はい、そうしましょう。はい、で、次の話は、もう修学旅行はいいんでしょ？はい、そっちからも話題提供して、もう20分くらい俺がやったぞ、もう。もういいよ。じゃあ、レン行こう。おい。おい。も
お前この動画黒歴史になるよお前。もうなってるわすでに。うなってる、うなってる姿も。ピーナッコ入んねん。もうすべての動画名シーン集のとこにここ入れるわもう。うなってるとこだけ動画撮って学校で流すから。いやほんとやめてそういうの、ほんとにさ、そういうの公開処刑って言うんだよ、やめな、ほんと、そうやってさ。いいよもうそういうの本当に。じゃあね、話振ろう。なんか振って、もうあと何分かしかないよ、あと5、6分。お前実名何回出してんだ。レンタル。はいはい、いいよもう実際俺らとこれもう、はい、でなんかないの話。いやなんか修学旅行で、うん、鶴と同じ部屋だった時に最終日えなったっけ時になんか朝起きたら鶴がわたわたしてんのさ、みんな寝てるとき。うん。で、布団触ってみたら、めっちゃ濡れてんだよね。あはい。あはい。めっちゃ臭くて。さあ出ました、鶴おもらし事件。はい。やめろ。どんだけさ、もうそれ。はい、みんなツイキャスでいじっていいよ。いやー、もう。やめてよ、ほんとに。どんだけ俺にもレッテル貼るんだよ、そういう。クッキー、いじっていいよ。クッキー最近来ないから。ワンタン、はい。やめても、そういう特定のメンバーにはやるから。あ、あもうはい、もう、はい、この終わり、終わり、はい、はい、はい、終わり。終わり、もう。この話題終わり。はい、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 はい。はぁ、もう。いやー、まあね、この、次はね、この3人プラス N 越しが入って、まあ年末ぐらいにまたやるかな。あのさ、先に、あのさ、投稿者よりも先、うぶ主よりも先にそういうこと言うのやめてくんないかな。いや、まあ一応形上プロデューサーなんで。なんでそうなんだ。俺マネージャーだよ。そう。いや、もうさ、いや別にやってもいいんだけど、あっちがいいって言うならいいんだよ、別に俺は。あっちがいいって言うならいいんだよ、別に。別にスカイプのグループ作りゃいいだけだし。まあ、じゃあ先にね、視聴者のみんなに、ね、もしもやるんだったら、多分、ツイッターかなんかで随時ツイートしていくんで、まあ見てください。はい。クロコッペパンのツイッターもフォローお願いします。多分このリンクのとこに貼ってると思うんで。え、貼るの？貼る、はい。何？レンタルのは貼るの？レンタルやってるけ、ツイッター。やってるか。やってる。ほら、新しいアカ作ろうかな。新しいアカ、キャス作った方がいい。そういう専用の。うん。なんか、すごいね、そういう、うん。俺のツイッターは、リア友は基本フォローあんましてないからね。ちょっと、クロコペパンのツイッターの、パスワード忘れて、ツイキャスコメントできなくなった。何があったの？完全に見るだけじゃん、もう。悲しいな。待っても、動画ファイルサイズ大きいな。6ギガもあるのか。嫌だなぁ。もうそろ25分じゃねぇ。うん、今ちょうど24分過ぎたね。もうお茶閉めて最後。鶴閉めて。ちょっとまだ30分としては、はい。いや、30分。本当にそこまで長くすると、さすがにぐだるから無理。お前もう前回で分かってんだろ、お前も。まぁ最後の30秒で完璧やるんで、まぁその間の、ちょっと繋げてくださいよ。実際、最後の30秒ってもう最後の30秒じゃねえよ。もうあともうちょっと25分になるよ。多分あと残り20秒くらいで30秒になると思うけど。26分の終わりね。あ、はい。ああ、もう、なんならこのツイキャスじゃないんだ、これは。ラジオだ。もう、みんなツイキャス見てね。はい。今ツイキャスでも、まあ僕がコラボしてたり、まあ、鶴が、まあ完璧めっちゃ言ってくれるんで言わないから本当にまあコメントしていただければまあっていう感じです。まあ動画にコメントなどはまあしてくれれば必ず返信可能であれば返信いたしますのでまあコメントしてください。多分基本返信ですか。はーいね。ということで、はい、もう26分もあるもう30秒だよ。もう何でもいいんだよコメントは。彼女いますか。本当にやめよう。いないから、いないから。いるだろっていうわけで、はい、締めてくださいよ。何そっちが振ってくんなきゃ閉められん。じゃあ、うん、以上、レンタルと、クロコッペパンでした。
え、また、年末にお会いしましょう。あ、まあ、年末。さん、さよなら。はい。完璧、完璧言って、はい。完璧じゃないか。はい。さようなら。はい、というわけでね、今回のね、ツラジはここまで。はい、皆さん、ご視聴ありがとう、あ、ご清聴、ご傍聴、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。